激辛ジョニーズ、今日もみんなの人に火をつけちゃう。伊藤健でーす。おなじみモーク、お久しぶりでございますと。ということで今回は、大久保にあるジャンジャン麺ハウスという、お店に来ております。どうやら話を聞くとこちらがですね、なんとあの沸騰ワード10に紹介された激辛ちゃんぽん麺があるということで今回参りました。今聞いたみたいなさっき食ってただろ普通のちゃんぽん、はい、普通のちゃんぽんを、はい、さっき食べどうでしたか、辛さは。結構辛いよ。辛い、十分辛いよ。さらにこの辛い韓国辛口唐辛子入りうどん麺と、韓国唐辛子を使った激辛麺、もうさらに多分もっとヤバい辛さに今回挑戦していきたいな。あ、来ましたかね。うわー、来たーこちらがモー君、これレンゲ2つあるってことはモー君にも食べてくださいって。え、違うんじゃない？これあの右手用と左手用でしょ大谷翔平じゃねえだろ忙しいないただきます。さあ、ゴチュちゃんぽんさん、お手並み拝見ですね。ゴチュです。これね、赤身、あ、唐辛子が入ってます。あ、辛い、辛いんだろうな。おうおうおう、いや、え、ちょっと待って、え、甘い、え、ちょっと飲んでみて。うわおお、なんでそんな冷静？めっちゃ辛いよこれ。うん、これ麺が特徴があるんですよね。なんだ、はい、あの水がね、水分がすごくたっぷり含まれてる高水麺、ね、高水麺、プリプリですね。よく知ってますね。プリ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 、はい、エビでもないのにプリプリになっちゃうと、はい、プリ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 ス。どうですか、口の中で踊るんじゃないですか。プルプルプルって。うわっねえ、おいしい。来たね、ドナルドダックだな。うわ、そしてこう見てください、これムール貝かな、うん、ムール貝っぽいね。ほら、これうわ、非常にスープがね、海鮮の出汁が効いて、あ、これはたまらんばい。これ、タコ、タコかな、イカか、ホタリカじゃないの。ホタリカ、好きだわ、これうまいわ、うまかい。あ、辛い、ボディーブローのようにじわじわ効いてきますね23日赤からグランプリの予選会があるの。うん、激辛界のビッグイベントなんで。雷神でしたっけ。雷神、うわぁ、じゃあトレーニングしましょうよ。アリーナ行きたいですよね。アリーナ行きたい、絶対行きたい。何がない、アリーナ行きたい。バカ野郎、かけすぎだろ。うわうわ、超赤くなったけど。じゃあいただきます。待ってろアリーナ。これすごいな。確かにこれ食べれば食べるほどどん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 汗出てきますね。うん、いけるぜ、俺が頂点取るぜ。じゃあ取ってください。ここでね、おいからタイムといきましょう。え、はい、いいの、もう自ら言っちゃいますからね、これじゃ。え、超ド M やん。うわ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 、これすごいよ。うわ、もうね、日本の七味唐辛子は比べ物にならないぐらいの。いや、ちょっとここに溶かしてみよう。いいの、やっぱね、飽くなき探求心ですね。うわ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 、一気に真っ赤になったぞ。さすが雷神に挑戦するだけあって、今もう雷の神ですよ。今なんか今もう雷神に見えてきましたよ。うわ、それはあ行ですね。あ行じゃねえ絶対辛い。増した、増したぞ。あ、いや違うんですよ、そのだから麺に絡まないんですよ、スープが。だから麺に直接かけるのが一番ベストです。なるほど。でも麺も少ないし。でもね、野菜の方がいっぱい乗っかるかもしれないし。そう、だって。いつまでかけんだ。好きだな。いただきます。あ、ダイレクトインアウト。やばいね。すごい。あれ、これは B から始まってこうで終わるやつだ。もう世界でピチョコ。出た。あれ先言うな。うわ、でもこれね、はい、うま辛い。うん、海鮮すごい美味しいよね。エビとか貝とかいっぱい入ってて、野菜も入ってるからすごい体にいいしやっぱり辛いのって新陳代謝が上がってダイエット効果もあるんで、しかもカロリーも少なそうだしね。エビもある。このエビでかいんよ。うん、あ、カップ麺に入ってるようなちっちゃいやつじゃないじゃないですか、うん、比べ物になる。ブリンブリンで、カップラーメンと比べたら失礼だよこのパパパパパ、すいません、ごめんなさいね、本当にね、魂込めて使って、いや作ってんのに。ちょっと追加注文いいですか。何をやんだ、まだ食うのか。縁側2貫なんだ、寿司屋じゃねえぞここ
いや韓国料理屋です。いいお店の縁側はうまい。なるほど。でもここにはない。野球選手にサッカー教えてくださいみたいな言ってるもんだね。お、俺のこと知らねえのかお前みたいな。じゃあ残りこれスープ飲みまして、この激辛バターにケリをつけたいと思います。うん、はい。うん。うん。お前は食べて寝ろ。ああ、入ってんじゃねえ。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。ジャンジャン麺ハウスさんのゴチュちゃんぽん麺辛さレベル、うん、じゃるじゃん、辛さレベル5です。おめでとうございます。確かに確かに確かに5です。鋭い辛さがありました。しかしですね、この海鮮のね具材がよりより緑、しっかりその出汁がスープに染み込んで非常に美味しくうま辛いただけましたと、こういった感じです。まさにこれからの冬、うん、辛いもの食べて頭だと、そう、こういった感じのスペシャルメニューでした。美味しかったですね、これ。美味しかったですね。今回出演していただいたモーくんのチャンネルは概要欄に貼っておきます。一応前半の部分はモーくんチャンネル流してますんで、ぜひチェックしてねということで、もしこの動画がいけばグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかも更新してますんでフォローお願いします。じゃあデザート頼みますか。なんでだ、プリンアラモード一つ。ないから、アラモード。